ー <laughs> シーモンスター水族館こんばんは、ハップンチャンネルです。今日は、みんなが大好きな、じゃじゃんこの、クジラコービック。なんか、種類は、全部あるかわからないんですけど <laughs>、この中で、紹介をしていきたいと思いまーす。すごい数ね、これ。これこれクジラコービックなんですけど、 いいよいく？あ <laughs> もう入れるじゃあ、うん、ちょっと待ってでは最初はコククジラさんからいきましょうゴー <laughs> コククジラさん入ったコククジラさん入っ急にジャンプしてきた <laughs> じゃじゃーん <laughs> コククジラさんです <laughs> こんな感じどう,うん。大きいのかな、うん、ちょっと説明読んでみようか 国ク,クジラさん。泳いで世界を旅するクジラなんだって。最も長い距離を移動しているって、どこだろうあ、哺乳類の中で最も長い距離を移動しているんだって。毎年約2万キロ一重百、あ、わ、なんか一角ん通った。一重百千、万二2万キロもの距離を時速4キロから9キロで移動しています。海中に潜る前に3回から5回ほど呼吸をしてから泳ぐんだって。 泳ぎはリズミカル。最大13メートル、最大25トン。すごいね。住んでいる場所は太平洋。これそうそう、これそれがコブなんだね。なになに海の対決国ク,ク,クジラバーサスクジラ。喧嘩するのかな白長い。い。ああ、よくわかんない。これ。こん,んな感じ。中にいっぱい説明も書いてあるんで、読んでみてください。次に出てくるのは誰だーじゃじゃん。 一角さんでーすどうぞおー一角さんも飛び込みました一角こんな感じの絵で描いてるんだけど、本物。どんな感じかなよいしょ、すい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 すごい、本当に角みたいなのがあるんだね。これお目目で、お腹、ぷよぷよ、気持ちいい。尻尾もついてて、なんかかわいいね。チュッチュッチュッ。 <laughs> はい、一角さんは、牙のあるクジラなんだって、神話のユニコーンのような長い牙があるので、簡単に見分けがつくよ。小魚やイカなどを強力な顎で捕まえるんだって、一息に飲み込んでしまう。サメから襲われることもあるんだって、体長は最大5メートル。牙を覗いてね。あー、なんか出てきたよ。タン <laughs> わちゃごめんなさい。 体重最大二頭で、住んでいるところは北極海。もしもーし。<laughs> 特徴は口から、えー、口先から伸びているとても長い牙です。ほら、あ、暗闇で光るんだって。<ー>楽しみ。<ー>では、続いて出てくるのは、ちょセミクジラさん、ゴーゴーうっ <laughs> なんかひっくり返ってる。<laughs> お腹が見えてます。セミクジラさん。えっとね、<laughs> 説明はこんな感じで、うなんか大きそう、書いてるんだけど、中身、こんなんでした。うわ、うーんってしてる。すいすいー。セミクジラさん、なんかすごく大きそうだね。これも気持ちいい。あれあ、なんかもう出てきちゃった、お友達。<laughs> ちょっと僕の番なんで待っててください。セミクジラさん、こんな感じです。頭でっかちなクジラ。二つの大きな胸びれで水中を自由に泳いでいるんだって。 獲物が多くいる海岸の近くの浅い海の方が好きらしい。体長は最大18メートル。体重は最大80トンだって、重っすごへ、えー、住んでいる場所は太平洋。特徴は巨大な頭です。こんな感じ。海の対決。セミクジラ対ウバザメだって。はあかっこいいねはい、続いては、鬼とーきマキエイさんです。どうぞ つ <laughs> いた。おにいとまきえいさん、こんな感じだよね。さてさて、どうなってるのかなスイ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 ,スイはい、こんな感じです。おにいとまきえいさんは、海のマントと呼ばれてるらしいよ。ヒレを広げると9メートル以上にもなるらしいです。口の両脇にも2枚のヒレがあり、いつも空いている大きな口は、獲物を見つけるともっと大きく広がるんだって。すごいね。 黒い点々があるよーって書いてあるよ。続いては、シュ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 。なんだタラワガニですどうぞあれ<え> <laughs> なんか静かに入ってきたの誰たて <laughs> 出てきました。うわなんかすごいちゃんとアイオついてますね。お目目もなんかキュート。すごいよ。強そうだけど、なんか可愛いね。ぷにょぷにょしてる。これなんか入ってる食べてる、うん 入ってんだ。なんだろうなんか食べてんだって獲物えエびどこに入ってんだろうこうやって伸ばしてみるのかなあ、ほんとや、入ってた。エビを食べてました。すごいね、こうやって入ってるのと入ってないのと、あるみたいです。<laughs> ほんとだなんか色変わってる <laughs> 足がなんかオレンジから黄色になってるね。 上ゅ上じ変わってる変わってる。アバガニさんは足の長さは1メートル以上もあるんだって。嫌いな食べ物がない。近くに来たものなら何でも食べるが、大好物は小魚やイカ、タコ。うーん、偉いじゃん。嫌いな食べ物ないんだって。賢いね。何でも食べてくれるのね。 えすごいあ中に獲物が入ってるよってちゃんと書いてくれてたこれいかないよカニカニカニ,はカニだねカニさんだったねこんな感じカニはなんか VS って書いてないのかな<何>うんすごいいっぱいね種類がねうわーなんかいっぱい来たわっシャーンバスガー 5種類だけご紹介しましたが、また一つ,一つ紹介していきたいと思うので、また見てください。バイバーイバイバーイまた見てねー